お元気ですか、お母さん。今僕は騎士の一人としてこの国を守るため日々鍛錬を積んでいます。今日も魔物の洞窟へ向かうべく仲間と共に剣を構え黄砂の中を突き進みます。心にあるのはただ誇り、あなたと過ごしたこの国を守るためにこの力を震えるとはなんて幸せなことでしょう。必ず戻ってまいります。その時はきっとあなたの笑顔が見られますように。